はい、エピックバトルシミュレーター2ということですね。今回のテーマはこちらになります。はい、そうですね、永遠のテーマ、鉄砲対弓です。鉄砲自体は1543年に種子島に伝来して、わずか10年ぐらいで今まで戦場の飛び道具の主流だった弓に取って代わるぐらい一気にですね、こう日本に普及していったんですけども、まあそれぞれね、こう武器として特性がやっぱり違うんで、一概にどっちがいいっていうのは言えないとは思うんですよ。まあ簡単にですね、特徴の方を挙げたいと思うんですけども、まず鉄砲の方ですね。まず鉄砲の方の特徴としては、直接照準、直射ができる、貫通力に優れる、兵士の育成が簡単である。まあこんなところが特徴として挙げられるかと思います。で、一方の弓なんですけども、弓の特徴としては、間接射撃、局射ができる、局射性能に優れる、天候に左右されずに使うことができる、まあ、ざっくりですけど、まあこんな特徴がねあるんじゃないかなと思います。ね、一発の殺傷力って考えれば鉄砲の方が高いんじゃないかなと思います。まあね、おそらく、ね、主力兵器としていったんだとは思うので、これどっちも言えることなんですけど、これだけで勝負が決まる兵器ではないんですよ、ね、最後は歩兵のガチガチの殴り合いが、まあ勝敗を決するっていうところはあると思うんですけど、まあ、補助兵器である飛び道具、鉄砲と弓、まあ、おそらく直接戦えば鉄砲の方が勝つ、まあ、だから鉄砲を用いられて発展していったんだとは思うんですけど、弓隊でどうにかして鉄砲隊を破ってみようということでやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、そうですね、こちらが旧兵隊2000人になります。で、これですね、18世紀のおそらく探求兵になるのかな。で、こちらが鉄砲隊ですね。鉄砲隊ね、本当はね、火縄銃であればよかったんですけど、なかったので、まあ、マスケット銃になってます。まあ同じようなね、こう一発のね先込め式なのでいいかなと思います。はい、それではですね、2000人対2000人の戦い行ってみましょう。さて、両軍ですね、突撃をしていきました。画面左側が、鉄砲隊、画面右側が旧兵部隊になります。では、おっ、来ましたね、このガンダムのね、戦艦戦のようなこの何銃撃。はい、で、鉄砲隊の攻撃に対してアウトレンジですね、やっぱり鉄砲の方が若干射程長いんですね。旧兵部隊ね、一方的に今削られております。で、おそらくそろそろ、あ、反撃、弓はね飛んできましたね。ただもうこの時点でかなり差が開いちゃってるので、結構ね絶望的な戦いではあるとは思うんですけども、どうですかね。倍まではいかないけど、かなり開いてきましたね。1200とかかな、今。対、鉄砲台1800が1900なので。まあ、やっぱりね、平地の戦いではかなり圧倒的な差が開いてますね。にしても、すごいですね。鉄砲台の攻撃、これね。意外とでもね、このゲーム、鉄砲台に命中率が悪いのがね、そんなに実はね、一撃で倒れないんですけど、なんかよく当たってますね、今回ね。どういう計算になってるんだろうか、ちょっとわからないんですけど、はい、もう完全に殲滅戦に入りましたね。いやー、ちょっとさすがにここまで差がつくか。1000、どれぐらいになるんだろう、これで。1900対300ですね、今。370、50、おー、どんどん減っていく。いやー、全く相手にならなかったですね、旧兵隊。相手をね、こう100ちょっと倒すのに2000人かかってるので、まあ、速射性能があるとはいえ、もう全然ですね、あの一撃の威力がやっぱり高いので、鉄砲の方が本当にこうすぐに削られてしまって、さらに射程もね、鉄砲の方が長いので、アウトレンジで削られ、一撃で削られということで、はい、鉄砲隊の方が勝利となりました。まあこれはね、平地なんでね、ある意味予想したことはしょうがないですね。で、今回こっちがですね、遭遇戦、要はですね、市街地戦をしたらどうかということで、やっていきたいと思います。さて、お、前線がね、戦闘始まりましたね。さあ、次々来てね、これだとね、こう要はですね、狭いところなので、さっきの戦いのようにですね、一列に兵を配置して、要は正面火力をね、一気に強くすることができない。で、戦ったらどうなのかってところで今やっていくんですけども、旧兵隊の方がですね、若干横に展開できるような位置にいるにもかかわらず、ここで突っかえちゃってますね。ちょっともったいないな。で、鉄砲隊の方もね、だんだんと集まって出てきちゃったので、これだとね、正面火力は鉄砲隊の方が圧倒的に上になるので、そう、逆に最初ね、この旧兵隊先行してたので、この画面中央の広場みたいなところでね、こう横の陣を組めれば、一気にね、こう敵
敵の前線に対して火力を集中できたんで勝てたのかなとは思うんですけど、押し戻されちゃいましたね。これもあれかな、今旧兵部隊が1000切ったところで鉄砲隊がまだ1500ユニットぐらい残ってるので、さっきほどじゃないですけどやっぱり鉄砲隊の方がね圧倒的に強いですね。まあ、たださっきね全滅、旧兵隊全滅するまでに鉄砲隊をね100人ぐらいしか倒せないところを考えると、今回ですねおそらく1000人ぐらい、半分ぐらいはね道連れにできると思うので、いや無理かもしれない1400対300 2400 ちょっとねダメそうですね。まあたださっきに比べればね100ちょっとに比べれば600強ぐらいはね倒せてるので、まあ、やっぱり遭遇戦になってくるとあんまりねこのと弓の差っていうのは昨日平地ほどの差はないようですね。ということでね、あと10ユニットなのでこれもはい終わりました。はい、鉄砲隊の勝利ですね。はい、じゃあ次はですねこういう感じで谷の間に旧兵隊を配置します。で旧兵隊ね、ちょっとずつちっちゃい部隊に分けて相手をね包囲するような感じで配置したいと思います。で鉄砲隊はこの中ですね。まあ兵力自体は同じ2000人対2000人なんですけど、完全に包囲されてもう四方八方から弓が飛んでくる、まあ、そんな状態で鉄砲隊が果たして生き延びることができるのか、一応ねこれで計測の方、計測検証の方をやっていきたいと思います。こんな感じですね。谷間なのでもう逃げ場もなしで、ちょこちょこあるこの緑色の何て言うんだろう、台座っていうかね、なんか砲台みたいになってるところに旧兵隊入っちゃいます。おっとー、すごいな、一撃でかなり削られましたね。で弓隊のね攻撃も飛んでるんですけど全然ダメですね。すごいな、これは何だろう、なんとか防御、ん四角防御みたいな、なんかそういうねありましたねこういう陣形ね。いやー、ほとんど全方向に向かって一斉射撃ができてるので、統率が取れたあれですね、射撃指揮がされちゃってるので全然ダメですね。1900対今1100とかなのでこれは勝てませんね。いや、いけると思ったんだけどな、これ結構どっちかにねこう気を取られてる間に削れることができるんじゃないのかっていう期待をしてたんですけど、いやー、でもかっこいいな、この射撃シーンかっこいいですか、この四方八方ね、こう全方位に向かって一斉射撃するのすごいですよね、これかっこいいな、スクリーンショット撮っとこうかな。はい、まあ、ちょっとねその話ずれてしまいましたけど、今現状で1700対500なので市街地戦よりももしかしたら悪いかもしれないですね。市街地戦のはね1400とかそれぐらいまでね削れたので、いやーダメだ、ポロポロ落ちてしまっている。でちょっと歩兵鉄砲隊ね、こう移動を始めた部隊とかユニットがいるのでもうほとんど残ってないのかな。後ろから包んでた部隊はもう完全に全滅しますね。で、左翼も今全滅で、正面と今右翼のみちょこっとだけユニットが残っているような状態なんですが、攻撃をね一回受けるたびにもうゴイゴイ削られていきますね。でちょっとあれかな、射撃方向がランダムになったというか、さっきみたいにねこう正射っていうかね、おおどど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 ひどいなこんなに差がつくんですね、まるで人がゴミのようですね。あと50人切りました。1600対10切りました。432、次で終わりでしょうね。はい、ということで鉄砲隊の方が勝ちました。谷底での包囲戦もやはり鉄砲の方が、強いという結果に終わってしまいました。いやー残念。これは結構個人的には期待値高かったので、ちょっとこれは残念だな。はい、じゃあこれね、ちょっと最後の挑戦です。要はですね、狭い沼地のところに敵をおびき寄せて縦に長くなったところを一方的に集中砲火で叩いていこうという作戦です。まあ、イメージ的には日本海海戦の定時戦法がイメージになってます。そう、まあ、数自体はね同じ2000対2000なので、じゃあ行ってみましょう。はい、動き出しましたね。これ、鉄砲隊の方はアタックの指示、旧兵隊の方は
ガードの指示にしてるので、敵がね何かアクションを起こしたりとか接近してきたり攻撃してこない限り騎兵隊っていうのは、自分からは動かないようになってます。お、いい感じに鉄砲隊伸びてきましたね。縦にね引き伸ばされてますね。で、攻撃が加わったので騎兵隊が今反撃に移りますが、アウトレンジから叩かれている。これはちょっと厳しいかもしれないな。で、どうだろう、今2000体まだね、鉄砲隊を実はですねこの騎兵隊一人も倒せ、あ、やっと一人倒しましたね。1900、まあ約2000対1700なので、ちょっと結果はね見えてきちゃいましたね。やっぱりねこれはちょっと厳しいかな。もうゴイゴイ削られてます。1900対1400ですね。はい、結果はねもう分かってしまいましたね。間違いなく鉄砲隊が勝つと思います。ただまあどこまで削れるかっていうところも含めてね、ちょっと最後まで見届けていきましょう。これはあれだな、結構しんどそうだな。鉄砲隊がねやっぱりねうまいこと突撃してくれないんですよね。まあ射程距離が長いんでね、ちょっとおびき出すことができてないですね。このお城かっこいいな。こっちになんかこもらせてみるのもいいかもしれないな。まあいいや、ちょっとねとりあえず平地でね野戦でまずはその旧兵とね鉄砲隊の戦いをねやっていきたいので、はい、1923対380なので全くですね、一番悪いんじゃない、あ、さすがにそうではないか、さっきのね平地戦よりかはちょっとマシぐらいしか削れてないですね。さっきね平地戦は確かね100ちょいぐらいだったんですけど、まあ今130-140ぐらいまでは削れそうなんで、まあまあまあ似たか寄ったか僅差ではあるんですけども、まあ、ほぼ、平地戦と同じように、殲滅されてしまいましたね。はい、残念です。鉄砲隊の勝利ということで、いやーこれはねちょっとまとめの方にね移っていきたいと思います。で今回ですね鉄砲隊と、騎兵隊なんですけど、まあ、戦ってみて一番差に直結してるなって思ったのが射程距離。このね騎兵隊はかなりね接近しないと弓がね届かないんですよ。まあ、それに対して鉄砲隊ってそこまで接近しなくても一方的にねアウトサイドから叩くことができるので、もう回戦が始まって騎兵部隊が攻撃を開始する頃にはねかなり削られた状態、プラス一発の威力が鉄砲の方が高いので攻撃ごとに確実に数を減らされる、まあ、というところでですね、おそらくこれだけのね差がついちゃったのかと思います。いやーお手上げですね。もしねなんかこういう戦い方させたら勝てるんじゃないのかっていうのがアイデアがある方いらっしゃいましたら、ぜひご教示いただければと思います。ちょっとねもう自分の能力では無理そうなので、ぜひ作戦のねこう助言をお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また見てください。さよなら。